長身とリーチを生かしたセービングが魅力。ゴールキーパー後藤正明、広い守備範囲とビルドアップにも貢献する山形の守護神。勢いがあるプレーが出てきていて、まあ、前向きに進んでいると思います。まあ、戦う姿勢だったり、本当に勝負にこだわる、まあ、一人一人のアグレッシブさが出てきていると思います。もう今まで負けてきた分、勝利への執着心だったり、もっともっと勝ちたい、そういうエネルギーを出そうっていうのは常に言ってますね、はい、目の前で試合に勝つっていう、もうそこに全てエネルギー注ぐ。もう自分ができるのは本当にチームをうまく回したり、ゴールを守るってところなんで、その目の前の試合で無失点に抑えれるように頑張りたいです。